動画の方ご視聴いただいてありがとうございます。今回はワンピースのアラバスタの戦いに見る香港大乱というテーマでお話をしてまいりたいと思います。想像より多い数千の学生がキャンパスを軍事要塞化して立てこもった。セメントを調達し、道路のレンガを壊し、バリケードを築き、火炎瓶を大量に用意している。籠城戦の部署を分担し合っている。古代の戦争に登場する投擲機を彼らは自分たちで作った。弓の練習も行われている。投石機も大型化も進んでいる。中文大学、香港大学、香港理工大学ほか、軍事要塞化は警官隊突入を防ぐためである。付近の道路は通行不能状態。空論と香港島を結ぶ海底トンネルもバリケードで封鎖された。キャンパスにはこれは戦争だという標語。ロビーや講堂などはおびただしい食料と水。学生食堂は職員に代わって料理を作れる学生たちが食事を作っている。戦闘服、ゴーグル、手袋、ヘルメットも積み上げられ準備を整えた。火炎瓶が大量に用意され、投擲マシンも自分たちで周辺の木材などを運び込み、あまつさえ防御用兵器も科技大学の学生らが工夫している。中国大陸からの留学生が大使館の手配で特別のフェリーが用意され脱出した。続いて14日からは日本、台湾などからの留学生も一斉に帰国の途に就いた。区会議員選挙直前になって武闘派学生らは戦術を急遽変更した。第1は選挙優先、第2は休息、つまり兵力温存、第3は内部分裂を回避するためである。香港の区議会選挙は24日に迫った。世論は民主陣営の優勢を伝えるが、この選挙は日本でいうところの民政委員。政治的影響力は町内会の決め事であり、地区の自治が香港政庁の政策決定にどれほどの影響があるかを考えると意義は薄い。だが今回の区議会選挙、民主陣営が重視するのは世論である。どこまで民主陣営が票を伸ばせるか、それとも旧態依然とした地区のボスが選ばれるのか、中文大学のキャンパスから14日午後10時を期して誰もいなくなった。香港大学などでは選挙していた学生の中でも穏健派が校内の清掃を始めた。武闘継続を主張していたグループは肩を落としている光景も散見された。しかし高官駅に近い香港科技大学では17日早朝現在、まだ学生の籠城が続いている。屋上から火炎瓶を投げるため駅の周辺は清掃作業ができないという。道路が封鎖された地域の住民も総出となって清掃作業。交通アクセスが失われると生活が維持できないからだ。地下鉄と海底トンネルが封鎖されたため、フェリーは空論半島と香港島の便を増便した上無料開放した。それでも長い列ができた。親中派の十数人は政庁前に集まり、秩序回復ありがとうと感謝の集会を行った。人民解放軍兵士の400名が道路の清掃作業に駆り出された。イメージ向上作戦である。カーキ色の半袖シャツに黒の半ズボンといういでたちでゴミを片付ける。瓦礫の山となった道路、トンネル、ハイウェイに散乱する投石用のブロック、鉄柵、火炎瓶の残骸など大量のゴミを排除し、交通アクセスを回復して香港の人々のライフラインを確保する。台風被害などの災害救助である。人民解放軍の柔らかな出動演出には民主派も一本取られたか。しかし香港市民の多くは単なるジェスチャー、兵士のボランティアで政庁の要請はないと言っているが、見えすぎた政治演出だと冷ややかな視線を投げ、逆にこれは解放軍出動の前触れではないのかと不安視する声が強い。まさに最初はボヤだった、対応を間違えて対価になった、次は焦土だと以前書いたが、香港の焦土のごとき荒廃した都会に様変わりした。地下鉄が止まったことはライフラインが成立しない、山手線が止まったような事態だったのだ。他方刑務所の管理部隊が政庁や長官公邸など重要箇所の警備のため配置替えとなった。警備側の配置転換が何を意味するのか、軍の投入の前触れなのか。はい、それではレポートしてまいります。今回は一応3つのテーマ挙げておりますけども、今回はですね、割と分かりやすく解説したいというところで、特に若い人たちがですね、理解していただけるようにということで、ワンピースのアラバスタの戦いというところからですね、ちょっと参考にして、
香港の大乱というのと比べて、どういったものなのかなというところをですね、掘り下げて、解説していきたいかなと思っております。ぜひ最後までご視聴いただければと思います。まずですね、香港で今何が起きているのかということなんですけども、これをまず簡単に確認します。まず香港はですね、一応もともとイギリス領でした。だから歴史のですね、そういった経緯があって1997年まではイギリス領になっていました。ところがそれで、いよいよ返還しなければいけないという流れになりますので、香港は中国へ返還されて中国の一部となると。ただ一部になるんですが、実は中身はあくまでも民主政治でやっていきますよという50年間ですね、期限付きで中身は民主政治ということになって、そういった約束をしたわけですが、22年経った今、どんどん中国化が進んでいっているのが今の香港ですよということで、で中国化および中国の政治に抑圧されてきた香港の人たちが何をしたかというと、まず香港を諦めて各国に移住していきましたと。でそういったですね、海外に移住することができるような金を持っている人、金持ちの人たちは、香港から脱出していったわけですけども、香港に残された若い人たち、今の人たちですね、貧乏とは言わないですけども、香港に住んでる普通の一般の人たちは、自分たちの未来に戦うしかないという選択肢で、今の香港の大乱と言われるような状況が、訪れていると。これが今の香港の今の大方の流れということになります。で、一応命がけで戦う若者たちということなんですけども、先ほど言ったですね、香港に今残された人たちっていうのは、もう22年から今度残りの50年までに、一応自分たちは民主化された香港に住むことができるわけですけども、すでに、今の現状でですね、中国化が押し寄せてきていると。でもうこれ以上自分たちは、中国のようなですね、不自由な社会には暮らしたくないということで、自分たちの将来を憂いた若者がですね、立ち上がってデモを起こしているんだと。で中には14歳とか10代の半ばにいかないぐらいの本当に若いですね、人たちが共産党と、対峙して、で、自分たちの権利を主張しているというのが今の命がけで戦う香港の若者ということですね。それはもう記事の方からもお分かりになるかと思います。そして次のテーマですけども、一応今回のメインテーマは、アラバスタの戦いと香港大乱ということで、このアラバスタの戦いというのをですね、かなり人気の漫画なんでですね、結構お分かりの方が見ていらっしゃるかなというところで、割と前提で進めさせていただきますけども、そういったところから香港の大乱は何かというところをですね、見ていただければと思いますので、ちょっとお分かりにならない方もですね、分かるように解説していきたいと思いますので、ぜひ聞いていただければと思いますが、まずアラバスタ王国というですね、砂漠の王国がこの物語で登場してきます。で、この砂漠の王国に立ち入る少し前の時点なんですけども、この麦わらの海賊団のチームはですね、バロックワークスっていうところと戦うことになると。でそのバロックワークスの中にいたそのビビとイガラムという人物がこうと戦うわけですけど、実はこの二人はこのアラバスタ王国っていう砂漠の王国の要人というか、王女とその警護するその警護長みたいな、そういう人だったということで、でなぜそんな人たちがこんなところで、組織の活動してるのかといえばですね、このビビという王女なんですけど、バロックワークスにが何か自分の国で暗躍しているということに気づいて、で、自分がそれを、潜入捜査で調べているんだというようなことを言うと。でそういったふうに話を聞いたこの主人公が、それを信じるという話になってですね、で、自分の国を守るために、諜報活動している王女様ということで、その人を助けるんだという流れになったと。そこからスタートしていくわけです。でこのアラバスタ王国っていうのはですね、実際に、このバロックワークスっていう、組織、先ほども出てきましたこのバロックワークスっていう組織が、工作活動を展開していたということです。何年にもわたってという話だったと思うんですけども、長年にわたって工作活動を展開していって、で、王国を実際に乗っ取ろうとしていた、その組織が実際にあったということになります。でそのバロックワークスのボス
クロコダイルという人物がいるんですけども、まあ、こういった形でですね、工作活動を展開しておりましたと。で、何をしてたかというと、この砂漠の地域において機械を使って近隣の降雨を独占と、だから雨が降らないようにしていましたということです。で、さらにはその偽の情報を流して、で、干ばつを、国王の仕業という形で、偽の情報で諜報活動をしていたと、まあ、そういった形で扇動をしています。で、さらに自らの経営する事業を、まあ、誇示して、で、民衆に、見せつけてですね、支配の、まあ、民衆に、そういった経済力を見せつけて、支持を取り付けるというようなこともやってましたし、まあ、もともとこのクロコダイルって七部会っていうかなり、強力なですね、戦闘部隊の、まあ、その一角というか、まあ、そういう、まあ、もともとかなり、強い人物だったんで、軍事的な能力は誇示して自分に、従うしかないっていうようなところをですね、まあ、民衆にはかなりアピールしていたようなところがあるのかなと思います。まあ、こういった工作活動をすることによって、まあ、この地域を本当に支配するべきは自分だというような形で工作活動を展開していましたと。まあ、もともと王国っていうのがあるんですけども、まあ、王国はやはり王様が代々受け継いでいく国なんで、で、その国を支配する権利っていうのは当然、まあ、王様にありますよという話なんですが、まあ、こうして王様を悪者にして、で、王様と、まあ、国民の信頼関係を完全に、貶めてしまってですね、で、そこに入り込む隙を自ら作っていた、そういった組織がこのバロックワークス、そしてそのボスがクロコダイルという、そういった人物が、まあ、取り付いていたわけですね。で、このアラバスタ王国でそういった活動が進むにつれてですね、やはり募る国民の疲弊と、だからまあ水がないわけですから、おそらく餓死者とかも相当出ているという設定だったと思います。で、なんといっても国民がとにかくどんどん不満が募っていって、自分たちの生活を脅かしているのは国王だという形でですね、まあ、反乱軍を組織しましたということで、だから 王国と国民で大規模な戦闘を、まあ、になる流れを作っていったということですね。まあ、その裏には当然、バロックワークスがあって、で、この反乱軍と国王軍の中にはそのバロックワークスの、まあ、そういう工作部隊っていうのがすでに入り込んでいたというような状況ですね。まあ、こういった形で、国王軍と反乱軍が実際にもう戦闘もう準備に入って対峙するというところから戦闘がスタートするというところにですね、ちょうど、この主人公の麦わらのルフィと、で、そこと、バロックワークスの幹部たちがそれぞれ戦うような流れになっていくというのがこのアラバスタ編になります。で、このアラバスタ編なんですけども、実は結構ですね、今口で話してみても思うんですけど、結構ややこしいというか入り組んでいて、誰が何のために戦っているかが結構見えにくい感じだなと思いましたが、最終的にはですね、このクロコダイルを倒した瞬間に雨が降って、で、まあ、それ倒しただけだと戦争は終わらないんですけど、まあ、全土にわたって雨が降ることによって、反乱軍の人たちと国王軍がですね、自動的に和解するような形になって戦闘は終わりますと。はい、そういうことで、アラバスタについて見てまいりましたけども、そういったですね、まあ、漫画の架空の話ではあるんですけども、悪の組織みたいなのがですね、国家の転覆を図って、で、そういった破壊工作をして、で、国家の乗っ取りを画策していたというところをですね、何の政治的な意図を持たないそういう戦闘部隊がやってきてそれを潰したんだというようなお話だったということになります。まあ、そういった物語を踏まえてですけども、今回の香港の大乱について、もう一度ですね、振り返っていきたいと思います。まず今この現在ですね、今の香港で何が起きているかということなんですが、基本的にはですね、香港返還前はイギリス領であったその香港という地域で、そこに暮らす人々はですね、一応地域が中国に返還されるということになって中国の一部となったと、まあ、そういった歴史的な事象がありました。まあ、1997年ですね。で、そこに暮らす人たちは当然自由主義の流れの社会に生きているわけですから、それを完全に抑圧するタイプのですね、社会主義、閉鎖的な社会に生きることはできないという、そういったところがですね、
まあ、あの50年間は民主主義を保障するという約束のもと、まあ、それに納得して、その香港の中国の一部として、香港で暮らすことになりましたというそういった経緯があります。ところが22年経ってですね、どんどん中国化が進んでいって約束が違うじゃないかということになって、今の大きな問題に発展しているっていう、これがですね、一応香港問題のスタートだと思っていただければと思います。で、そういった中国化および中国の政治に抑圧されてきた香港の人たちは、まあ、対外の、まあ、ある程度資金力のある、まあ、有力者たちと言っていいと思いますけど、そういった人たちは香港を諦めて各国へ移住していきました。要するに民主主義、今はそうかもしれないけども将来的には民主主義はないんだということが分かっている人たちは、まあ、いわゆる香港を脱出している、わけです。で、そういったですね、有力的な人たちは脱出して、それでもまだ香港に暮らす人々っていうのは当然いるわけで、まあ、そういった人たちは、自分たちの未来のために戦うという選択肢を取って今戦っているんだというのが今の香港の流れです。はい、そういうふうに考えればですね、やはり、将来のある若い人たちが、まあ、当然一番その被害を受けるというわけで、なので自分たちの将来を確立するために、今のエネルギーをぶつけているのが今の香港対乱の正体だというふうに理解していただければと思います。はい、ということで、最後のテーマに入っていきたいと思いますけども、まあ、そういったですね、アラバスタの戦い、そして、今回の香港の対乱、まあ、この2つの大きな共通点はですね、要するに政治に大きな不満を持って、でそれにまあ、武力で衝突するというところかなと思います。大きな共通点で大きなポイントとしてはそこかなと思います。で、まあ、あのそういった点を見る中でですね、まあ、物語の登場人物である、まあ、あのクロコダイルという人物が出てきましたけども、まあ、その人物について、最後少しお話をして終わりにしたいと思いますが、まあ、あの私自身ワンピースはかなり好きなんですけども、まあ、あのワンピースの、まあ、いわゆる敵として登場する人物の中では、まあ、あの自分なりにはかなりクロコダイルかなり好きな方に入ります。まあ、まあ、やはり悪の組織のボスっていうイメージをですね、本当に、まあ、あの表現しているような人物だと私は思っておりまして、まあ、あの見かけもですねかなりいかついですし、実際、戦闘能力もかなり高かったわけで、でまあ、なんといってもですね、このアラバスタをですね絡め取るための戦略としては、あのかなり緻密な戦略で、もう本当に抜かりのない戦略を立てていたんじゃないかなというふうに私としては思っております。しかもですね、まあ、あの一応ちょっと説明はしょってしまいましたけども、あのアラバスタっていうのはもともとその古代兵器っていうのを受け継いでいて、でその古代兵器っていうのを手中に収めたものが世界を支配するぐらいのですね、まあ、そういったかなり、まあ、強烈なインパクトのあるそういった兵器を実は所持していて、でその兵器を得るためにですね、何年もかけて、周到にその国家を、まあ、籠絡するための作戦を立ててですね、戦闘部隊を作って、で表の世界ではその、まあ、社長になってですね、とにかく抜かりない作戦を立てていたわけです。ところがこのクロコダイルの唯一の誤算というか、もう最大の誤算というのが結局ルフィの存在というか、この政治的な意図も何もないですね、戦闘部隊が急に現れてきて全部壊されるっていう、まあ、そういったことになったのかなと思いますので、まあ、クロコダイルとしてはそれが唯一の誤算になったのかなと思います。まあ、やはり基本的にはですね、まあ、あの漫画のお話ですから、まあ、やはり悪事は許されないんだというところですから、まあ、どんなにうまい作戦を立てても最終的には主人公に全部壊されるという、まあ、そういった話ではあるんですけども、あの私個人的にはですね、こういった、まあ、あの悪の組織が暗躍して、で国家を、まあ、潰しにかかっているっていうような、そういった話をですね、まあ、あのジャンプの物語にしてはなかなかグロいですね、かなり現実にありそうな話を持ってきたなっていう、まあ、そういったあのイメージをちょっとしたのをちょっと思い出しまして、で、まあ、それがクロコダイルの唯一の誤算ルフィの存在だったんだなということでになるのかなと思いました。で、まあ、今度反対にですね、まあ、香港対乱というところなんですけども、この学生の人たちのこの対乱の行方はどうなのかというところですけども、
まあ、今あのメディアとかあのヤフーの記事とかでも上がってきてるんですけども、あの収束するだろうというふうにですね予測されているようです。だからもう完全に制圧されて、で、もう大学にあるそういった拠点とかももう、陥落しているんだというような話で、で、まあ、あの東大の全教頭の話とか、まあ、そういったのも結果としてはもう学生の力っていうのは非常に、力が弱いわけで、でもう本当やれることっていうのはたかが知れてるんだというのが香港の対乱の話、まあ、戦闘で言えばですね、まあ、もう勝利のない戦いをしているというところかと思います。だからまあイメージすればですけども、まあ、あのアラバスタの戦いにおいてルフィがいなければもう確実にクロコダイルが勝っていたと思います。で今の現実で考え置き換えればですね、いわゆるルフィのない、市民だけのですね、あのアラバスタの戦いを強いられているというか、まあ、そういった状態になるのではないかと思います。まあ、もちろん、まあ、香港対乱の話と、まあ、こういった架空の戦争の話と全くニュアンスと違うんですけども、ただ、私がここでお話ししたいなと思ったのが、その若い人たちがですね、政治に対して反乱して、で武力衝突をするっていうようなことがですね、漫画の世界じゃなくて現実の世界で起きてるんだということをですね、ぜひ認識していただければと思ってですね、あえて取り上げたものです。まあ、漫画の世界では、そして、まあ、ルフィがいて、でルフィによってですね、何の意図もない、まあ、国家に関わりのない、ですね、そういった戦闘部隊がこういった組織を壊すっていう、まあ、そういった架空の話はあるにしてもですね、まあ、今の現実の世界ではそういった共産党に立てつく可能性のある有力者っていうのはもう外に逃げ出しているというのが現実であるという、かなり厳しい現実ですね。で抵抗する手段もですね、まあ、クラウドファンディングとかでお金を集めたりしているというようなこともですね、ラジオで宮崎先生もおっしゃってましたけども、まあ、それでも微々たる力であるというところですね。だからもう負けることは確実ということになろうかと思います。だから将来のない未来に、まあ、本当竹槍一本で、巨大な敵と戦っているのが香港の若い人たちなのかなというふうに、思いました。まあ、そう考えるとですね、私たちとしては民主主義の恩恵を受ける私たちとしてはですね、そういった香港の若い人たちが絶望の中でですね、そうして、戦っているんだなということをですね、まあ、ぜひ今の若い人たちに少しでも知っていただければなというふうに思いました。まあ、それが、まあ、今回ちょっとワンピースっていうかなり人気の漫画からですねフィーチャーして、で香港についてお話してまいりましたけども、まあ、そういったところが少しでも伝わっていただければ、まあ、幸いかなと思っております。はい、ということで、中身については以上となります。はい、まずですね、香港の対乱が収束しているという報道がされておりますけども、むしろですねこれからが本当に、中国共産党にとって本当にきつい、香港の弊害というか、まあ、香港の今までの恩恵をですね受けてき続けたものがですね、ある意味では全て覆ってくるのはこれからなのかなとも思っております。だから香港の人たちにも勝利はないし、共産党にも勝利はないんだというような戦いなのかなと思います。本当に非常に複雑ですけども、かなり、まあ、両者非常に、先が見えない戦いというか、まあ、そういったものがですね収束するという言葉はありますけども、まあ、果たしてどうかなというところもありますので、まあ、そういった点でも見ていきたいかと思います。それに、まあ、夏頃お話したですねブラックスワンが香港にいるんだという話も、それも今もまだ継続している話なので、まあ、そういったブラックスワンのような国鳥がもしかしたら日本に飛んでくるかもしれないし、まあ、中国本土の方にはもう多分もう行ってるんだなと私としては思っておりますが、まあ、そういった点も踏まえてですね、まあ、中国情勢も今後も見ていきたいかと思いますので、皆さんも着目していただけたらと思います。はい、それでは以上となります。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。